こんにちは、松田学でございます。ここでこうやって街頭活動するのはですね、もう10年近く、10年近く前にはよくやってました。ここのちょうどここに立ってですね、で当時は、神奈川奈良区で、日吉に選挙事務所を置きましてね、次世代の党というところの衆議院議員をやっておりまして、ここにもよくやってまいりました。日吉の方はですね、私はあの日吉台小学校中学校に通っていたということで、 まさにこの辺が地元なんですね。綱島もよくあの今あるか分かりませんけどもね、あの綱島公園ってのがあって、あそこのプールによく行きましてね、歩いてきました日吉からですね。そんなことで大変馴染みのある場所であります。当時は次世代の党でございましたが、あんまり国民の間に名前が知られる前に急な解散総選挙ということになりましてね、で私も、ここで名前を打ってたんですが、政党の名前が知られなかったので、あのこれ制度の説明先にいたしますとね、私も今度比例で立ってるんですが、あの政党名を書かないと、投票用紙の2つ目のところに政党名を書く比例ってあるんですね。でそこに政党名を書かないとですね、あの、全然この票にならないんですね。ですから今日は松田学という名前を覚えて もいただきたいですが、同時に参政党という名前をですね、ぜひね多くの方に浸透していただきたいなということで、この参政党でどんな政党で何を考えているのかと、そして今犬島さんの方から、私は経済財政のプロだというお話もありましたが、まあ、あの そちらにも少し触れながらですね、今ね何を考えているか、皆さんにお伝えしたいなというふうに思っております。考えていますと、あの次世代の党がですね、あの時も頑張ったんですね。すごく頑張りましたよ。日本が独立国になるように石原慎太郎さんと一緒に当時は活動してました。ノーと言える日本ってね言ってました。亡くなりましたけどね。で今ね日本はどうなったでしょうか。岸田君って言ってるんですけどね、岸田君の下でノーと言えない日本にますますなってるんじゃないですかね。その通り、ね、我々が今目指した日本と全然違う方向に行っちゃってる。そうだそうだ、もう後戻りできないところまで。この間の日米首脳会談で新聞では何か成果が上げたみたいに書いてありますけども、あのアメリカ議会の演説ご存知ですか。あれねバイデン政権の側近が書いたんですよ、あの演説。知ってましたか。ですからバイデン民主党政権にとって都合のいいことばっかり書いてあるんです。あれアメリカの人が半分の人があれに疑問を持つ内容だったんです。半分の人って 誰かでしょうか。共和党支持者ですよ。つまり民主党をよいしょして共和党の人がなんだこんなこと言うのか。山口の隆之さんというねジャーナリストが私のチャンネルで語ってました。あちなみにね松田政策研究所チャンネルというのがありまして、今26万人以上の登録者がいまして、政治チャンネルでもかなり知られるようになってますので、この昔ここで神奈川奈良区で選挙活動をしていた頃に比べて少しは私も有名人になっておりますんでね、ぜひこのチャンネルも見ていただければと思うんですが、このチャンネルで山口隆之さんが言ってました。ちょうどね後ろに座っていた下院議長、共和党の下院議長が岸田さんの演説の途中で顔を歪め、反トランプだということをね意味する言葉をたくさん言ってるんですよ。なんかよくわけのわかんない言葉もたくさん使ってる。そこで言ってたのは、私も初めて聞きました、一部のアメリカの人たちが自己疑念を持ってる。自己疑念って聞いたことありますか。小学校でも教わらないと思いますよ。自己疑念というのはですね、自信喪失の意味なんですよ。あの英語で言いますとね、セルフダウト。これは何かと言いますと、これ何かと言いますとね、ウクライナに対して、ウクライナと今戦争していることに対して疑問を持っている人たちがいると批判してるんですよ。今共和党支持者の間で疑問を持っている人たくさんいるんですよ。この人たちを批判している。すぐ分かった。それから自由と民主主義って言葉はアメリカではですね、自由と民主主義って一見いい言葉ですよね。でもアメリカではこれはトランプ弾圧の言葉なんです。でこういう言葉も使ってる。あっちこっちでね民主党万歳やってるんですね。そしてさらにねひどいことは何だかご存知ですか。日本の自衛隊の施設設備をアメリカ軍が好きな時に使っていいということを約束してるんですよ。これに日本の自衛隊をアメリカ軍の支配下に置きます。そして民間の空港や
港湾だってアメリカ軍が使いたいときに使えるようにします。完全に日本を植民地化してきてるんですね。これね、だからね、だからですよ、だからバイデンさんはね、あのビーストに乗せて仲のいいところを、ね、演出しましたよね。もう破格の待遇で迎えてた。そりゃね、バイデンさんにとっていいことばっかりやってるからなんですよ、ね、そしてね、日本を属国にした、アメリカにとって使いやすい日本にした。これバイデン政権にとってはすごい成果ですよ。大統領選挙もありますしね。日本の国を売っていいんですか？そして何のためにこんなことをやるんですか？自分の政権を延命するためです。支持率が上がりましたからね。でもね、日本人もね、バカじゃありませんよ。上がってもちょっとしか上がってません。まだ 20% ね。あんなに頑張ったけどこれだけしか上がってない。僕は一生懸命英語の発音を練習したのに、ジョークも言ったのにと思ってるかもしれませんね。バカにすんなと、日本国民はですよ。日本の国を売ってきた総理大臣がね、何言ってるんだ。だけどこういうことを言ってる、国民は気がついてるかもしれないけど、こういうことを言ってるメディアがいないんですよ、日本にですね。全然指摘しない、ね、日本のね、このね、基地を、自衛隊の基地をアメリカがいつでも簡単に使えるようになってたら、普通はね、左翼の方々が怒りますよね。そしてね、保守の人だって怒りますよね。みんな怒る話すはずなのに、誰も怒りの声を上げてない。で、私はね、これ見た時に変だと思ったんですよ。で、山口紀之さん聞いたらやっぱり変だった。そして山口紀之さんもこういうことを指摘してるのは自分しかいないって言ったんですよ。明確に指摘してるのは参政党がね、ちゃんとこういうことを国民に伝えてほしいというふうに私もね、ご要望受けてるんです。ですからこのことはね、やっぱり繰り返し繰り返し言っていかなきゃいけない。今私たちが総理大臣としていただいている政権は、日本の国を平気で売っても何とも思わない、自分の政権延命のために、自己都合のために日本を売るような政権なんだということ、このことは知っておかなきゃいけない、多くの国民がですね。で、その上で、いや、いいんです、中国怖いからアメリカ軍にね、指揮してもらって、自衛隊は全部アメリカ軍に言うことを聞くようにするのがね、いいんですと言うんだったら、その方々は日本がアメリカの51番目の州になることをね、いいんだという方々かもしれませんね。まあ、そういう人たちもいるかもしれない。でもね、そうでない人たちもいるんですよね。日本の国は、私たちは独自の文明を築いてきている日本なんです。世界には8つの文明があって、西洋文明もあれば、で、中国文明もあれば、日本文明もある。独立した文明国なんですよ。だから別に西洋の言うことにね、従う必要ないんですよ。もともと私たちの独自の文明を、文化を、伝統を、歴史を、日本精神をね、次の世代に引き継いでいこうと思う人たちは絶対に今回のね、ことを許さないと思いますよ。でも報道しないから多くの国民は気がつかないんです。そして私たちは報道されないことをきちんと言うのが、これがね、新しい政治の使命だと思って常に言い続けてるんですね。常に言い続けてるからね、報道されないんですよ。報道機関はバイデンアメリカ政権、そのバックにいる勢力の手下ですからね。アメリカの主要メディアそうですよね。あのプーチン大統領が、タッカー・カールソンが初めてね、西側からインタビュー入りました。我々が聞かされていたプーチンとは全然違うプーチンでしたね。常にね、領土的野心を持ってね、ウクライナの次はね、ポーランドだと、東ヨーロッパと、ヨーロッパに攻めてくる。彼はね、拡張主義のね、とんでもない人なんだ。頭がおかしいんだ。国民からも見放されてるんだというふうに報道で書いてあった。全然違うんですよ。あれだけ賢い人はなかなかいない。世界のリーダーの中であれだけ立派な人はいない。もうとうとうとね、歴史を述べてね、メモも見ずに2時間にわたって、こんなに見識のあるね、指導者って他にいないんじゃないかということがバレちゃったんですね。で、これは隠してたんですよ、西側は。常に戦争というのはね、相手はおかしい、鬼畜米英だって昔も日本も言ってた。で、そうやってプロパガンダやって戦争を煽って儲ける連中がいるんですね。で、これは表に見えないから、だから常に正義の仮面をかぶるんです。自由と民主主義という言葉を使って戦争をするんですよ。イラクに対しても不必要な戦争をした。アフガニスタン、シリア、リビア、いろんなところに介入した。これ何のためにやったのか分かんない。で、戦争するたんびに
アメリカはたくさんの武器を使って、そして軍需産業を儲けさせて、結局は戦争に全部負けてるんですよ。アメリカは、アメリカ勝った戦争ってないんですよ。ベトナム戦争もそうでしたね。全部負けてるんですよ。でも儲かってるのは軍事利権、たくさんの命を犠牲にして軍事利権が儲かってるという構造が戦争を起こしてきてる。それに反対してるのがトランプさんなんですね。だからトランプの4年間はアメリカは一度も戦争を仕掛けなかった。もしかしたら第3次世界大戦になるかもしれないと言ってイランの攻撃を踏みとどまったのもトランプさんだったんですね。とにかくね、ビジネスマンだから戦争は嫌なんですよ。トランプさんはディールで外交で駆け引きで戦争を起こさないことをやってきた。でも我々には全然違うトランプ像がずっとメディアで流されてきたんですね。でこうやって、ね、世界の構造をきちっと話しながら日本の軸を取り戻そうじゃないかというところでね、参政党というのを決闘したんですね。で私もね、この神奈川7区で思い出しましたね、2014年の11月でしたかね、急に当時の安倍総理が解散ってやりましてね、もうバタ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 やりましたよ。次世代の党って国民知らなかったんでね、もう PR で必死で、そして私もね、まだこのね、この7区でもそんなに有名じゃなかったんで、ね、ここでこうやって演説してたらね、通りがかりの人がお前何者だって顔見していくんですね。松田学知らない何者だってですね。で私の顔よく見ながらいい顔してんじゃないって言うんですよね。思い出しましたよ。ここで言われました。いい顔してんじゃない。だって私そんないい顔してると思わないけども、ね、でそれぐらいの状態で、ね、あの解散だったもんですから、次世代の党は全国みんな落選しました。石原慎太郎さんも落選しました。あの時に思ったんです。いくらねいいことを言ってもね、国民に浸透しないんです。なぜなら日本が自主独立の国になるって言った途端に日本では右翼だって言われるから、国旗を掲揚したら右翼だと言われるから、君が歌ったらこの人は右翼だと言われるから、こんな変な国になってるんですよ。世界でこんな国ありませんよ。憲法9条2項にね、日本は攻められても武力を、ね、行使をしてはいけない、戦ってはいけないって書いてあるんですよ。国家主権です。これは国家主権を放棄してる、こんな憲法を持ってる国ないんですよ。めちゃくちゃ歪んでる状態なんですね。だから当たり前の国にしようということをね言ってるだけなんです。他の国と同じぐらい当たり前の国にしようと言ったら右翼と言われて国民に広がらなかった。メディアも変なことしか書かない。今も参政党はメディア変なことしか書きませんのでね、カルトだのね、宗教だのね、全然関係ないのに ね、ネットワークビジネスだとかね、私ビジネスなんて参政党って絡んだこと一回もないですよ。聞いたこともない。でもそうやって国民に浸透していなかった。我々の考え方が浸透しないのはもちろん戦後の教育ですね。ずっと日本は悪いことしたんだ、教科書に本当のこと書いてないですね。本当のこと書いてない。日本は世界の平和のためにね、植民地のない世界を作るために戦って、そして植民地がなくなったっていうことをね、教科書にちゃんと書いてくださいよ。事実なんだから。そうだ、子供たちに日本のご先祖様がどんなに立派なことをしたかったことを教えてあげてくださいよ。子供たちが自信なくすんでるだけじゃないですか。で自信をなくしてしまった結果ね、その隙間にいろんなものが入り込むんですよ。最近変なものもね、アメリカにも入り込んでたら、次は日本にも入り込んできたのが LGBT 教育ですね。めちゃくちゃなことがね、最高裁も判決まで出てるんですよ、ね、戸籍を自分の性自認で変えていいんだというね、こんなね非常識なことがまかり通ってしまうのは、私たちが日本の国側が素晴らしいもんだということを教育されていないから。日本の伝統はそうじゃないですよ。で立派な戸籍があるんです、日本には。アメリカは戸籍がないから不法移民がどんどん入って、彼らに投票権を与えてトランプを抑えようと考えたのは民主党ですよ。不正選挙なんて簡単にできちゃう、郵便投票も簡単にできちゃう。で日本のね、受け継いできた伝統文化っていうのはアメリカに教えてあげたいぐらいのね、素晴らしいものがある。なのになんでアメリカがやってることがね正しくて、私たちはアメリカの言う通りやらなければいけないのか。これでね、このね、この神奈川7区にはね、私の財務省の後輩が今衆議院議員やってますけどね、でもこの、自民党がやってきたのは何ですか。構造改革から始まって郵政民営化もやって、アメリカに国を売ることばっかりやってきてるじゃないですか。そして岸田君は何やってるんですか。資産運用特区で日本人の貯蓄を外資に運用させて外資を儲けさせるとかね、日本のいい企業を買わせるとか、
土地を買わせる、そして今回は自衛隊の施設や基地までアメリカに使用させるっていうね、めちゃくちゃな売国をやってるわけですよ。自民党って売国政党なんですかと、そんな政党だったんですかと私は問いかけたい。で、当時は安倍総理の時はね、まだ良かったんです。安倍さんという方がいらっしゃいました。でもあの安倍総理なんか知らないけど、今日はもう真後ろにあるから大丈夫ですね。真後ろに空間がありますとね、どう何されるか分かんないんでね、最近ということを咲いてしまいましたね。気をつけて。で、その後ですね、あの安倍派がまあね、例の宗教法人の問題、そして政治と金の問題で解体されてしまいました。今回の岸田君がアメリカでやってきたことに対して自民党の中から批判出てもいいんですよ。でも批判する勢力が事前に潰されてる、検察庁が動いて、私はそこまで断定しませんが、まあ、山口さんなんかはっきり言ってますよ。今回は特捜部が自民党にマウンティングをかけた、ね、みんなやってるね、不正の中で特定の派閥だけやって、もしかしたら自分もやられるかもしれないとみんな怖がっちゃう、すくんじゃうわ、ね、そうすると検察の意のままになる。わかりませんよ、そこまで私もエビデンスがないから。でも山口さんはそう言ってます。そしてそこで強くなったのが岸田君、あれは要するに岸田さんを守ったんですね。で、岸田さんを守ったのは誰ですか。アメリカのバイデン政権が守ったんです。なぜ守ったんでしょうか。もう岸田さんはね、他の派閥がないから。今ちょうどね、衆院の3つの補選やってますよね。もしかしたら自民党全敗かもしれない、そしたら岸田おろしが起こるかもしれないと言われてるんですが、でも岸田おろし起こらないっていう可能性の高いんですよ。なぜなら派閥なくなっちゃったから。で、そうすると岸田さんの一強独裁なんですよ。独裁なんですね。アメリカがそうやって岸田さんを守ってる。なぜか岸田さんが、岸田君がね、岸田君がバイデンの言うことをね、全部聞いてくれるからなんです。こんなに都合のいい総理大臣いないから。というね、構造がどうも出来上がってるんじゃないか。これは必ずしも否定できませんね。で、その中でね、私たちはそれでいいのかというね、そういう国民がたくさんいらっしゃるはずだし、でもそういう国民が大多数でない、なかったら日本なくなりますよ、これ。本当に。ね、ある政党はアメリカに国を売り、そしてね、もう一つ保守を辞任している政党があります。昔私もね、一時そこにいて、その政党の名前でここで街頭演説をしていたこともありました。中国に国を売ってる、あ、もう言っちゃ、はっきり言っちゃったですね。売り先が中国だと、ね、なんか知らないけど、上海なんとかなんとか電力かなんか知らないけどもね、再生可能エネルギーをたくさんたくさん日本に入れて、私たちの、ね、電力料金の中の再エネ賦課金で彼らを儲けさせてね、そして自分たちは利権にあやかって、そしてなんかね、地盤が沈んでるところでなんとか万博やったりなんかやったりしてですよ、カジノを誘致したりね、利権のためにやってるとしか見えない。で、内部にいてこれひどいと思って、だから石原慎太郎さん怒って橋本さんと別れて支持政党になったんですね。だからそんな政党ばっかりなんですよ。保守でも何でもないと言いたいですね。特定の政党の名前挙げてませんのでいいですね。維新とは言ってませんので、すいません。ということで、日本の国を軸にした政治を作ろう、子供たちにプライドを与えよう、日本って素晴らしい国だという教育にももう作ろう、日本経済もそうですよ、私たちの日本経済を良くしようという、そういう思いを財界人が持つかどうかでね、その国の経済は決まるんですよ。経済って人間の意識なんですから。ところが外国とうまいことやって儲けようっていう連中ばっかりじゃないですか、今の経済界は。いつの間にか半導体王国は半導体王国でなくなっちゃいましたよ。目先のことばっかり考えてるから。韓国政府は一生懸命半導体を育てましたよ、韓国経済のために、韓国のために。今やね、すっかり韓国に抜かれちゃいましたよね。そしてなんかね、 TSMC を誘致しないと日本は半導体も作れない国になってしまった。台湾の TSMC、 この間ね、あの私の元同僚の、今ね、名前を出したらね、非難する人がいるから出したくないんだけど、あるゴレンジャーの一人がね、 TSMC の工場のそばに行ったらしいですよ。すごい状態らしいですね。もうバカでかいね、でかい工場が立っていてね、そしてね、もうあなんかね、あれ環境相当汚すらしいんですよね。地元の人はめちゃくちゃ反対してるんですよ。
日本の自然環境を守ろうという人たちが。でもね、TSMC 様、どうぞ日本で半導体作ってください。私たち日本の企業がその下請けになって半導体作る練習をします。情けない国になりましたよ。ね、下請けといえばね、日本経済全体が中国の下請け、アメリカの下請け。この間岸田さんがね、決めてきたこともね、日本とアメリカは先端技術の協力をする。要するにアメリカに私たちの技術を差し上げますってことなんです。アメリカからもらうのってないんですよ、ね、でそうやってね、見事に使われてるんですよ、これはね。で私たちね、こういうことに反対してるんです。で私たちは軸足を日本に持とうと、いつもいつもそういうふうに言ってるんです。そして経済もそうだということなんですね。さて今ちょうどですね、東京15区で補選をやってますがね、そこに私たちの仲間の、このね吉川里奈立ち上がってます。普通のお母さんがね国政選挙に出る、もうそれだけでもすごいことなんです。他にも女性候補たくさんいますけれども、何の政治的キャリアもね、有名人でも何でもない普通のお母さんがやってただけの人が選挙に出てる、まあ、全国でもね、あの地方議会でたくさん私たち当選者出して、普通のお母さんがたくさん当選してます。でも衆議院選に出るっていうのは画期的なことなんです。普通のお母さんが出るっていうのは普通はできません、こんなことは。でも参政党だからできるんです。参政党がそういう仕組みを作ったんですね。そういう仕組みを作って、全国で大々色の服を着た人たちがここでもそうですけども、みんなでねその選挙に参加して、まだ慣れない人が多いですよ。でもね、懸命に日本を良くするために今東京15区で吉川里奈を押し上げて頑張ってるんです。ところがですよ、皆さんもよろしくお願いしますね。今選挙期間中だからここで言ってもいいと思いますから、江東区にお知り合いのいる方、ぜひね吉川里奈ということを伝えてあげていただけると思いますが、でもですよ、大変な妨害が入ってるんですね。まあ、ご存知だと思いますけどね、アメリカもねひどいですよ。アメリカも不正選挙だらけですから、トランプがね裁判所で週に4日出なさい、大事な選挙期間中にですよ、8週間にわたって週に4日裁判所に出なさいって言われてます。あの変なことで起訴されてですね、なんか不倫相手に口止め料払って会計処理がおかしかったとか言ってですね、なんで今やるんですか、そんなの大昔のことじゃないですか。選挙妨害やってるわけですね。アメリカの司法当局がですよ、司法機関がそういう選挙妨害やる、もうアメリカの民主主義は崩れた、アメリカは中国よりも民主主義がなくなったってエルドリッチさんも言ってましたよ。せめて日本がねアメリカに模範を示してほしいと言ってましたよ。その日本でね、今東京中国でもう見てはいられないぐらいの妨害が起こってる。でこの妨害は何も今始まったことではない、賛成とかずっと受けてる妨害なんですね。ずっと受けてるんですよ。自分が何言ってるか聞こえないぐらいわーっとやるんですね。で世界に民主主義の模範を示す、実は日本ってすごい民主主義がちゃんとしてる国なんですよ。この民主主義が壊されようとしてるんですね。だから私たちはそれとね戦って、普通の人が選挙に出て、普通の人が一生懸命やる、そしてね普通の人がこの演説を聞きに来てもらって、当たり前のように政治に参加していただいて、当たり前のように投票に行っていただく、そういう政治を作っていって、そしてね今回政治と金の問題で政治家はろくなことやってない、いやろくなことやってませんよ、ろくなことやってないんですけど、それを選んだの有権者なんですよ。私はこの神奈川7区で選ばれませんでした別に恨み節言うわけじゃないけども、選ばれた人がとんでもないとは言いませんよ。だけどね、その政治にお金がかかる政党を選んでたらダメなんですもん。政治にお金のかからない政党をね皆さんで選ばないと、皆さんが選ばないと、ただ文句言ってるだけでは何も変わらないんです。だから投票、いつ総選挙があるか分かりませんが、総選挙の時には必ず投票に行っていただきたいんですね。で投票に行く人がたくさんいればね、いつも当選している人ではない人が当選する可能性が出てくる。でも投票に行く人が少なかったら二度と変わらないんです、今の状況が。特に小選挙区は現職に有利です。現職にとってのね、このもう既得権益ですよ。陳情をたくさん受け付ける、そのためにたくさんスタッフを雇う、そのためにお金が必要、その構造、これが本当の民主主義ですか。
そうじゃない、理念を掲げて多くの人がこれを支持して、そして政党ができて、そしてこの理念を実現するために国会議員を選ぶのが、これが本当の民主主義じゃないですか。これをやってるのがね、これをやってるのが参政党なんですね。いろんなこと言われてもね、もうそれにめげずに参政党が今やろうとしていることね、ぜひ多くの人に知ってほしいなというふうに思ってます。そしてね、先ほど磯島さんからね、私が財務省出身者だから経済の話という話があったんで、まあ、ちょっとだけいたしますね。経済というのは決して難しいものではありません。自分の体に例えていただければ分かりやすいんです。今の日本はどうなってるか、ね、体がちょっと弱ってる、心臓が弱ってるんです。だから血液が体に回っていかない、毛細血管まで血が回らないんです。血液というのはお金なんです。お金が国民隅々まで回らないんです。じゃあどうしたらいいか、弱ってる心臓を強くする。この心臓とは何か、銀行なんですよ。銀行、あそこに銀行ありますけどね、別に文句言うわけじゃないですけど、銀行がお金を貸さないんです。バブル崩壊してからもうね、もうやけどしたくないって言ってね、やりすぎてたからね、バブルの時は。銀行が金借りてくれ、金で借りて、もうこんなに借りる必要ないのにって、銀行がそこまで言うなら借りとこって借りたら、今度はバブルが崩壊して、返してくれ、返してくれ、返せないから、ね、たくさんのね、会社が倒産したりして、バブル崩壊で日本は何十年も苦しむようになったんですね。でもね、貸さなくなっちゃった。だから今、銀行の血液供給をね、もっともっとね、このね、この心臓の薬を入れて、活発にしようとしてやってたのが日本銀行がやっていた異次元の金融緩和なんですね。ところがね、それではね、心臓が元気になってないんです。だからまだまだダメなんです。そこでもう一つ心臓を元気にする方法があるんです。これが国債を発行して国が財政を拡大することなんですね。で、財務省出身者ですからね、きっと緊縮財政のことを言うんだろう。私は逆なんですよ。積極財政をやるためにはどうしたらいいかを財務省にいたから知ってるんです。どうしたら、ね、どうして日本は緊縮財政で、ね、この財布の紐を締めることばっかりやってたのかっていうのは、それはね、緊縮財政をせざるを得ない仕組みにあったんですよ。だからその仕組みは何なのかを知ってるから、私は積極財政に転じることができる松田プランいうのを言ってるんですね。で、その中身話し出しますとね、ありがとうございます。この中身話し出しますとね、もう1時間ぐらいかかっちゃうんであれですけど、でもね、国債発行してもね、皆さんのお金になるんですよ。国が国債発行しても、日銀が国債を買えばいいんですよ。日銀が持ってる国債を返済期限が来たら、国が発行するデジタル円で返していけばいいんですよ。デジタル円はそのうち世界中でデジタル通貨、スマホで決済するね、これが世界中でこれから普及していきます。世界中の中央銀行が今研究してます。日本銀行も研究しています。中国にはもうすでにデジタル人民元というのがあるんです。今中国とロシアが手を組んでブリックス共通のデジタル通貨をね、やろうとして考えてるんですよ。世界中がデジタル通貨になる時代だから、私の言ってることはその流れに乗るってことなんです。そんなに難しいことではありません。これをね、中央銀行の日銀ではなくて政府が発行して国債をこれで返済していくんです。そうしたら国債はお金に変わっていく、みんなが使えるお金に変わっていくんですね。だから政府は借金しても問題ない。国債どんなに金利が上がったってね、国債をどんどん発行しても全然大丈夫ということで、初めて積極財政が実現する。長い長い間ね、財務省でね、私もどうしたらいいのかって考えたらね、これしかないんですよ。でね、でこのことに気がついてる人って私しかいなかった。でもね、分かる人に言ったらみんなこれしかないですねって言います。公認会計士とかね、分かる人、バランスシートの分かる人ね、それから IT の関係の人、それから銀行の人なんかもね、党員の中でもね、銀行出身者の人、銀行の方はね、マスタープラン結構理解してますよ、ね、分かる人はちゃんと分かりますよ。そして経済界の中でもね、松田プランってすごいね、プランを持った参政党が国政政党になったって2年前にちょっと注目を受けたんですね。でもね、残念ながらね、私がね、国会議員じゃないと実現できないんです。だからね、なんとかして党勢を拡大して、私もね、昔神奈川7区でね、ここで、辛い思いしましたけれども、これは別に私の個人のね、
問題じゃないんですよ。どうしたら体中に血液を回せる経済になるか、その唯一のプランをね、何としても実現して、私たちを働きに応じて豊かになる、そういう国にもう一回取り戻そうではないか、でそういうことをね、参政党はやろうとしていることはね、ぜひ皆さんもいろんな方にお伝えいただきたいと思います。参政党には秘策がある、松田プランって言ってね、すぐに理解できないかもしれないけど秘策があるんだ、これに期待してくださいというだけでも結構ですので、ぜひね、いつ来るかわからない、ね、総選挙に向けて大事な総選挙です。あの日本をね、どん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 売っていくのか、私たちの日本人らしい日本をね、もう一回取り戻すのか、この分かれ目の総選挙が来たる総選挙、6月には解散があるかもしれない、いや、あるかもしれない、わからないけども今年中には必ずあります。その時に皆さんの力で子どもたちのためにね、日本らしい日本を取り戻しましょう。ぜひよろしくお願いしたいと思います。それではこの後質問コーナーがあるみたいなので、そこでまたいろいろ申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。それでは質問させていただきます。松田先生はかつてドイツに住まわれていたということなんですけれども、ドイツの子どもと日本の子どもと、教育に関してどういった違いがあるかっていうのをまず知りたいんですけれども、それと個人的なことなんですけれども、松田先生のお家のご家庭で、特別な教育方針などございましたら、そのあたりを聞きたいなと思うんですけれども、私がドイツにいたのはだいぶ前のことなんですけどもね、ドイツでは子供はね、動物扱いされるんですね。でね、何か悪いことするとね、親が有無を言わさずビンタを食らわせると。今日本ではね、体罰だとかね、 DV だとか言われるけども、でもね、子供はまだね、何もわからん、分別がついてないからといって親が厳しくやるんですよ。しつけをするんですね。人権も何もないんですよ。だけど16歳ぐらいになりますとね、もう今日から大人だと言って親が一切子供に介入しないんですね。僕は非常に徹底している教育やってますね。それからドイツの場合は小学校頃からですよ、政治教育をやってるんですよ。で、なんかね、 LGBT の性教育やってるような、だいぶ最近おかしくなってきてるけど、そうじゃなくて健全な政治教育をやってるんですよ。ですからドイツの子供たちは結構ね、自覚がありますよね。選挙権を持つ年齢になったら投票率は日本よりもはるかに高い。一体ね、世界はどうなってるか、ドイツは将来どうなんなきゃいけないかってことをもうね、10代の頃からね、議論できる。それに対して日本の、ね、高校生なんか恥ずかしいってね、そういう方々と、ね、接触すると。でも日本人バカじゃないんですから、だからせめてね、そういった政治教育、何かね、政治的中立性じゃなきゃいけないなって違いますよ。そうじゃなくて、先生だって自分はあの政党を、ね、支持してるって言うらしいですよ。そうすると子供たちがいや違う違うと言い出して議論になって、こういうことをね、日本はもっとやんなきゃいけない。そしてね、一人の国民としてのね、教育、これもね、日本は失ったけれども、やっぱりこうやってどこの国の国民だって自分の国の歴史を知り、自分の国が大切だと思ってる、そういう教育してますよ。歴史や哲学や愛国心、これを教えてますよ。日本は歴史は間違った歴史しか教えない。そして学校ではね、数式ばっかりやって哲学を教えない。そして学校ではね、愛国心を否定することしか教えない。全然逆のことやってる。だからですよ、このね、せめてね、海外がやってるのと同じぐらい自分の国のことを知る教育をやらなきゃいけないというふうに思います。そして今の私の個人的な、ね、教育方針のことを言いましたが、私は一切子供に対して勉強をしろと一度も言ったことがないんです。勉強をしろと言ったことは一切ありません。で、何をしてたかというと、自分と私と家内でね、模範になったかどうか、自分の生き方をね、子供に見せてきました。それは何かというと、自分の理想を持って、そんな自分も立派な人間じゃないけども、理想を持ってね、それに向けて挑戦していくという。で、私は
ただの官僚を辞めて政治という世界に出ました。でうちの家内はピアニストという世界をね追求していきましたよ。それぞれ自分の理想を追求していることを見て、子供たちが自分で考えて、自分でどうやったら自分が幸せになるかということを考えて、長女は、オペラ歌手になりました。で次女もね頑張ってます。でそれがね一番の教育だと思いますよ。で勉強をね、学校の勉強をしてもね何の役に立ちませんのでね。ですからできるだけどうやって生きていくのか、ですから参政党の街頭演説にお子さんを連れてくるのが一番の教育です。今日はありがとうね、いい教育を支えていただいてありがとうございます、ね、ということをやってまいりましたので、ぜひ皆さんもね勉強を押し付けるんじゃなくて、自分でね世の中のために、国のために、地域のために活動している姿を子供に見せるのがね最高の教育です。これは申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。これにて松田学先生の演説会を終了とさせていただきます。今日は皆さんありがとうございました。